沖縄県の与那原にやってまいりました。与那原バス停です。与那原の街中を散策していきたいと思います。飲酒運転根絶ですね。ダメですね、なぜやるの、飲酒運転ダメなのに。なんでだと思います？なんで飲酒運転ダメなのにやるバカがいるのかって言ったら、それはね、お酒飲むことって当たり前のことじゃないですか。で、車乗るのも当たり前でしょ？ね、当たり前足す当たり前はめちゃくちゃ当たり前ってこと。歩くことは当たり前のことではないけども、自動車の運転っていうのは、歩くこと以上に当たり前のことなので、お酒飲むのもめちゃくちゃ当たり前のことなので、もう当たり前なんですよ。与那原は市ではなくて町ですけど、結構賑やかそうな場所ですね。ほら、バスが、ね、交差点でこんにちはするぐらいの場所ですから。ほら、こうやってバスが2台、こんにちはしますもんね。で、ここは与那原交差点です。琉球銀行がありますね。シェアゲストハウス、安宿の類でしょうか。なんかすごい古いお店ですよね。島袋医療ですか。犬の美容室がありますね。犬に美容が必要なのかどうかはちょっと疑問ですけれども、まあ人にとっても美容っているんですかね。美容なんてくだらないなぁなんて思っちゃいますけどね。なんか細々と年季の入った建物がありますよね。おっと、なんかこういう路地裏惹かれますよね。なんか沖縄風の塀でしょうか。まあ、とりあえず茶色っぽい色をつけとけば沖縄風っていうのもそう違うかもしれないけど、資料館ですね。綱引き資料館かな。綱引きですか。綱引きって運動会でエッサエッサってやるあれかな。そして湧き水みたいですね。井戸みたいなものでしょうか。この湧き水は飲み水としての使用は控えてください。飲めない湧き水はただの水っていうね。どうしても湧き水って飲めるもんだっていう先入観がありますので、まあ、大体岩手県の湧き水って飲めるっていうのが常識なので、岩手の常識は沖縄の非常識みたいなとこありますよね。てか綱引きってさ、運動会でよくやりましたけど、綱引きって単純ですよね。戦略もクソもないっていうか、単純に右と左で引っ張り合って力が強い方が勝つっていう、それだけのゲームなので、なんか面白くないよねっていう。綱引きで力が強い人を後ろの方に配置するっていう話を聞いたことありますけど、いや、あれ意味ないでしょ。だってさ、後ろの方から引っ張っても前から引っ張っても同じじゃないですか。だって純粋にこう右と左でこう一本線で、なんていうのかな、力が強い人を後ろに配置したってさ、
別にシーソーじゃないんだからさ、一本の綱である以上別に有利でも不利でも何でもないですよね。それよりも図体のでかいやつを一番前に配置して、俺たちに勝とうなんて100年早いわっていう鬼のような形相で相手をにらみつけた方がさ、マシなんじゃないかなっていう話はともかくとしてですね、警備員与那原駅舎ですね、戦前に走っていた鉄道の跡だと思います。与那原駅、まあ再現したものでしょうけど、まあ歩行動画で映したように、与那原は人口も多いし賑やかそうな街なので、鉄道が通っていない方が不自然ですよ。しかし本日休館日みたいですね。この天気ですから屋内で楽しめるところがいいんですけど、にしてもこの天気どうにかならないもんでしょうかね。自分が沖縄に来たから雨を降らせてるっていう、そういう感じなんですよね。戦争で破壊されたんですね。まあ戦争で得るものなんか何もないですよ。まあ、戦争っていうのは理不尽さを打ち払うために暴力でその理不尽をぶっ壊すっていうことかもしれないけども、それが新たな理不尽を生むんですよね。でその理不尽が恨みの連鎖で、まあ地獄少女じゃないけど、そういうことですよね。戦後に沖縄の鉄道が復活しなかったのは、もしかしたらアメリカに戦争に負けたくせに鉄道なんて贅沢なんだよみたいに言われたからでしょうかね。ほら東京の地下鉄丸ノ内線が一部地上区間を走るのはアメリカへの配慮だっていう話を聞いたことあるんですよ。日本のくせに地下鉄とか贅沢だって批判されるのをかわすために、いやいや地下鉄といってもね、地上区間もあるし、そんな地下鉄ってほどの地下鉄じゃないんですよ、ですからまあまあ私どもの国の地下鉄なんてそんなもんですよっていう、まあ、そういう顔をするために地下鉄丸の内線は地上を走る区間があるっていう話を小耳に挟んだことありますけど、沖縄も同じ論理なんでしょうかね。そしてバスが来ましたね。まあ鉄道、まあ、ちゃんとした鉄道がない沖縄ではバスだけが公共交通機関なんですけども、やっぱり初めての人には利用しづらいし、おっと第二オリオン通りですね。まあ自分のようにバスに乗って歩いていろんな街を探訪しようっていう変わり者はあんまりないですからね。和ですね。和っていうと妥協して自分を殺してうまくやっていくみたいな、なんかそういう、そんな感じがしますけど、でもひょっとしたら、妥協するってことが大事なのかもしれませんね。なんか、映画の看板でしょうかね。なんか昔の映画のポスターとかそういうのが飾られてるんですね。ヤギ汁富士カラオケ1曲100円、安いカラオケ100円だなんて、ワンコイン安い、オリオン通りの、まあ、しかしこの空では夜になってもオリオン座が見えることはないでしょう。与那原の町役場があるみたいなんですけど、与那原町ですかね、与那原町てかさ、与那原って言いますけど、腹を張るって読むのは九州と同じですよね。まあ、沖縄も九州の一つなんですけどね。沖縄県の地名の読み方って独特ですよね。腹は春って読むし、城はグスクって読むし、まあ読み方の特殊性だったら北海道も引けを取らないですし、
まあ地元の人じゃないと読めない地名っていうのは日本全国いろんなところにありますからですね、沖縄や北海道に限った話ではないんですけどね。こんなところに武蔵野ですか。あ、第二与那原ですね。動画のスタート地点が第一与那原で、こちらは第二与那原ということですね。じゃあ第三与那原あるのかっていうことなんですけど、ないですね。第三与那原のバス停はございません。有限会社諸見里ブロック工業。ああ、諸見里か。諸見里っていうのも沖縄っぽい名字ですよね。まあ、同級生で諸見里くんってのいましたけど、多分沖縄にルーツがあるんだと思いますよ。大体沖縄っぽい名字ってありますよね。大体その今の沖縄県知事尾長さんって言いますけど、尾長っていうのも地名にありますしね。うん、地名と名字ってすごい密接な関係で結ばれちゃってますよね。さあ、だんだんと市街地から郊外へと風景が移り進んできてるような気がしますけども、あ、コンビニか。ちょっとトイレ行こう。いや、まだまだ市街地続いてますね。立て込んでますよ。薬屋さんとか処方箋とか。市街地の割には歩いてる人が少ないですけど、多分天気が悪いせいでしょうね。お、与那原教会、セブンスデーアドベンチスト。なんかイベントの多い教会ですか。キリスト教の教会があるみたいですね。まあ、教会っていうとキリスト教というイメージありますけども、別に教える会だったら別にキリスト教に限った話ではないですよね。で、教会前というバス停があります。まあ、徳島県に教会前っていう駅がありますけど、あれはキリスト教の教会ではなくて確か天理教の教会だったような。まあそんなわけでちょっと短いですけど、与那原の歩行動画でした。